約霊場仮の奮闘異世界転生に気づいたので婚約破棄して魂のつがいを探します。星2。頭ゆるふわちゃんの正ヒロインである聖女候補のメスが明日は断罪イベントだけということを喋ったという報告を受けた主人公の悪役霊場はその瞬間自分が乙女芸の悪役霊場であり、自分が元43歳の子供もいる母親だったこと、自分のいる世界が昔たしなんだ乙女芸の世界だということなどの心理に気づいてしまう。そこから自分が前世も含めて還暦のいい年こいたやつだということから、自分の婚約者と婚約破棄されたいわという感じの心境になるが、もしも断罪された場合は、薄い本が厚くなるという展開不可避だということも思いです。ここから自分の前世の夫が好きで、前世では夫が浮気するなんて許せないというコンサバメスだったこととかのエピソードを入れつつ、頭ゆるふわちゃんをざまーするという感じのメス文学作品。このシナリオでは、婚約破棄する主人公の婚約者とかは全員事なかれを決め込んでおり、聖女であり、闇落ちすることで爆発する可能性のある爆弾でもある頭ゆるふわちゃんからなるべく穏便に距離を取ろうというようなスタンスであり、もっぱら、女子に嫌われる性格をしている女子の頭ゆるふわちゃんだけが断罪のターゲットだというこのシナリオを書いているシナリオライターの歪んだ欲望が表現されておりべね。それとメス文学作品でよく出てくるテンプレで、権力の下の人間は権力が上の人間から声をかけるまで声をかけてはならない戒めという暗黙のルールが存在し、そのルールを破る性ヒロインのゆるふわに全部あいつのせいをする社会でオスに媚びを売るタイプのメスがムカつくと思っているメス向けのメス文学作品であり、欲望渦巻く感じが大変慎み深い。もしも貴族の暗黙のルールと高速と呼ばれるローカルルールがバッチングした場合はどちらのルールが適用されるのぜ？生き物をレンジに入れてはいけません。なうちらおまんじゅうはこういう一方的な価値観の押し付けが苦手なのぜ。主人公もなかなかの面が減らっている生き物であり、前世の夫が多分このナロー系の世界に転生しているはずだということで、その前世の夫を探すという感じのシナリオ。人族のメスの嫉妬って演出だな、怖いなと、ズマリストコがよく描けている漫画。ここからネタバレ。オチとしては非常に中途半端というか、シナリオを書きながら継ぎ足ししていったらこうなったというような感じのオチであり、ざまーされるタイプの頭ゆるふわちゃんが実はネクラ女でとかいう設定とか、そのネクラ女の友達の幸せなキスをして終了とか、そんな感じに無理やり持っていく感じとかが、全員収まるところに収まったという感じに無理やり持っていく感じは大変素晴らしいが、主人公の運命の人といい中途半端なこれぞナロー系という感じ。